きなり大喜利。お題発表します。河原に来ただけやのに。え河原に地球にもそんなん系入ってますね。 OK です。やらんって約束したやん。お題を発表します。そっち系。お題は朝まで生テレビ。そのお題で朝まで持つ。そのお題とは。朝まで生テレビ、はい、朝までその話題で朝まで持つ。そのお題とは。はい、シンキングタイムスタート。それは遅刻しちゃうもんだからしょうがないのよこれは。むずいね。むずいな。さあ行こう。ごめん、もう一回言って。聞こえへんかったお題聞こえへん。そんなことないやろ。朝まで生テレビ、その話題で朝まで持つ。どんな話題。なんてそんなことなる。そんなことある。そんなことある。行こう。朝まで生テレビ、うん、その話題で朝まで持つ。どんな話題。こんなんもうシュビーンドガーン。もうこんなんな。朝まで生テレビな、うん、なんか言うね。行こう。実際持ってるもん。あれ何が普通の時あれ持ってる。持ってるよ。当たり前やん。そんなもん持ってる。ちゃんとめちゃくちゃ持ってるわ。そんなもんいける。もう揉めまくってなんか最後ごちゃごちゃになって終わんねんから。あんなずっとそう、うん、来ましたか。いきますよ。はい、ちょっと待って。どっち。いきますね。うわ、持ってまうかな、これやったら。いいよ。いきますか。はい、いきますよ。はい、さあ、いきます。朝まで生テレビ、その企画で朝まで持つ。どんな話題。世界の爪切り特集。まあ、持つかもしれんけどな。ちょっと興味あるしな。ちょっと興味あるかもしれん。持つかもしれん。ちょっと討論になりそう。いや、あのねそう。はい、ということで、アジアの方ではね、4月のですね、17日に小指から切るんだ、ハッシュタグラビ寄せという、イベントがあります。時間は18時から、19時まで1時間のライブとなっておりますので、ぜひ皆さん、ザザにお越しください。ということで、今日はここまでです。またお会いしましょう。さよなら。絶対次やったんね。